ですよね。このオーシャンリッチで入れた、そうですね、乾燥というか、本当にうまくハンドドリップが再現できてるなと思いますね。やっぱりご家庭で素人の方が入れるとなると、お湯をドバッと入れてしまったり、逆に細かったりムラがあって、やっぱりその分味にブレができちゃうんですけど、これは常に同じ速さで曲がって、同じスピードでお湯が落ちていくので、誰でも簡単にね、同じ味がブレずに入れられるのかなと思います。手間がすごい省けるなと思いますね。やっぱコーヒー普通にハンドドリップで入れるとなると、豆を挽いてから入れ終わるまでだいたい5分ぐらいはかかると思うんですけど、まあ、それがこれは豆を挽いてしまえば、お湯をね、この一定量まで注げば、あとは自分の好きなことができるので、入れ終わるまで、例えば目玉焼き焼いたりとかいろんなことできるのかなと思います。しかも味が美味しければね、味も美味しいし、言うことないんじゃないですかね。